あれ、始まりますね。こんにちは、ゆうすけチャンネルです。今日はこのですね、この除湿剤を買ったので、紹介したいと思います。で、開けて、押し入れの中に実際に、置いときたいと思うんで、ここで、やってみたいと思います。これなんですけど、買いまして、まあ、500ml 入って、3つ入ってます。で、その通り、タンスや下駄箱、押し入れなどに使えて、使えます。で、湿気を取ってくれると。で、カビとかですね、その脱臭と除湿もしてくれるということです。はい。で、これなんですけど、じゃあ実際にやってみましょう。はい、開けましょう。じゃあ開けますね、今から。これどうやって開けるんだ。これ開きづらい。いや、破ります。あんまりこういう開け方はしたくないんですけど、破りたいと思います。こうなってますね。これどうすんだ。蓋を取り、銀色のアルミシートを剥がして、ください。このアルミシートを剥がしたいと思います。下に向けた方がいいかな。あれ、こうですかね。わっ、よいしょ。ちょっと待ってくださいね。ただいまブレますのでご注意ください。はい、見えますね。はい、こうなってますね。剥がしていきたいと思います。で、これでいいのかな。こうなってます。これで、あとは、押し入れに入れてると思うんですけど、ここに、待ってくださいね。上上げますね。ここに、どこだ?ここに、見えますかね?ちっちゃいですけど、踊り替えの目安みたいなのがありまして、この、まあ、上の方に入ってるんで、最低でも、この一番下のここに来たら、お取り替えという風になります。これ水になるみたいなんですね。使い切ると。水みたいな感じになるんで、それを。ただ、白い、この膜をですね、ハサミで切り、止まった水は水道水と一緒に排水口に流してください。ただし、植木などにはかけないでください。容器やプラスチックゴミとして処理してくださいっていうこと。この水だからっつって植物には絶対かけたらダメですからね。注意してくださいね、そこ。まあいいやみたいな感じじゃダメですよ。枯れますから多分。ということで、これを、今からやりたいと思います。よいしょ。はい、やりたいと思います。押し入れですね。押し入れになってます、ここ。まあ、ここら辺にでも、ここら辺に入れたいと思います。これです。これでいいのかな?じゃあ、設置完了しました。今日は、ここで終わりたいと思います。あと2つも、仕掛けたいというか、置きたいと思います。終わります。ちょっと、戻る前にします。